ジョン・アレグサンダー・キーは、オハイオ州選出のアメリカ合衆国会議員である、オハイオ州マリオンで生まれ、公立学校に通った。その後、印刷機の販売を行ったほか、1897年から1903年まで、市の郵便配達員を1903年から1908年まで、マリオン軍の法務官を1908年から1912年まで、 オハイオ州選出会員議員カール・シー・アンダーソンの秘書を務めた。民主党員として第63議会、第64議会、及び第65議会の議員に選出され、年金委員会の委員長を務めた。1918年、第66議会議員選に落選。その後、石油産業に従事した。1934年から、 連邦刑務所の調査責任者を務め、1941年に引退した。1954年3月4日、オハイオ州マリオンで死去。マリオン墓地に埋葬された。この記事には、アメリカ合衆国政府の著作物であるバイアグラフクル、ディレクトリオブザ・ユナイテッド・ステイツ・コングレスの次の、 w e b サイト http://bioguide.congress.gov 本文を含むありがとうございます。